中川先生の優しいビジネス研究。前回からこの組織行動論のシリーズでは、人々が集団になった時に固有の現象を注目してきているんですけれども、今回はそう、人々が群れになった時に起こること、それは人と人とのぶつかり合い、コンフリクトということで、この組織の中におけるコンフリクトというものをどのように科学していけばいいのか、そのあたりを議論していきたいと思います。最初にお伝えしておきますと、組織というものを作った時に人々がそこでぶつかり合うというのは極めて自然なことなんですね。当たり前のように起こること、むしろぶつからない方がおかしいんです。人は完全に独立した個体なわけで、それぞれの主義信条があるのが当たり前、それを抱えながら同じ共通目的に向かって進んでいこうとすれば、その共通目的たるものに関する認識の違いですとか、そこを目指すやり方の違いにおいてぶつかり合うのが自然なことなんです。真面目にやっていれば、一生懸命やっていればこそです。むしろ不真面目にやって、別にゴールなんてどうでもいいやとか、やり方なんてどうでもいいやという時の方がぶつかり合わないわけですね。このような意味では、良き組織というのは健全にコンフリクトが起こる組織なんだということになります。まあ、ちなみにこのコンフリクトという言葉は最初から使っておりますけど、そんなに厳密な定義があるわけじゃないです。組織の中で起こる人と人との対立のことをコンフリクトというふうに言うわけなんですけれども、何度も強調しますが、それ自体は人間が織りなす組織で、特に人々が真面目に一生懸命ゴールに向かって走っている時ほど当然のように起こってくるものなわけです。それでは、組織行動論という科目の中においては、いかにこのコンフリクトというものが捉えられているかと言いますと、コンフリクトには健全な良い、すなわち生産的なコンフリクトと、非健全で非生産的なコンフリクトというものがあるんですよと、このように論じられているわけです。コンフリクトが一概にダメというわけでも、一概に素晴らしいというわけでもなくて、非生産的なものはなるべく行わないようにして、生産的なコンフリクトに集中できる場を作っていけばいいと、このように考えるわけです。それって具体的に何なのかというふうに言いますと、まあ、ちょっとこちら表を作ったんですけど、ちょっと順番としては逆に下から行かせていただきたいんですけども、ここで非生産的なコンフリクトというのは、個人攻撃になっちゃうやつです。あいつは嫌いだ、あいつのことは許せない、こういう敵対感情は組織の中で極めてネガティブに働く、組織というものがバラバラに空中分解しかねない。まあ、先ほど皆さんにはちょっと何人か何組か写真をお見せしましたけれども、あれっていうのは全部決定的に分かれてしまったもの、ポール・マッカートニーとジョン・レノンとか、そういう感じですけれども、あいつのことはもう許せないと。これはですね、最初はお互い仲のいい間柄であったとしても、お互いにゴールに向かっていく盟友だと思っていたとしても、しかし主義信条の違いというのが、いつしか人を憎む感情になってしまう、あいつのことは許せない、このように思ってしまいますと決定的に分かれてしまう。これがですね、別の組織になるならまだマシなんですよ。そうじゃなくて、同じ組織の中に所属しながらいがみ合う、そんなことが長年続いてしまうとしたら、これはめちゃくちゃ非生産的なので、この感情的なコンフリクトというものをいかに取り除くのかということになるわけです。じゃあ生産的なコンフリクトって何なのということで言えば、例えばこういうことが顕在化したら、すごく組織としてはいいことなわけですね。課題のコンフリクト、課題だというのは、すなわち組織が今どういう課題に直面しているのかとか、組織としてどちらに向かっているのか、未来を目指すために今どういう課題に直面しているのか、この点に関して見解の相違がある状態ですね。両方正解なのかもしれないし、真実は一つなのかもしれないわけです。そのような意味において、こういう認知上の違いがある時というのは、それをその場に吐き出して、じゃあ全員でどこを目指していくべきなのか、これを議論することにとても意味があるわけです。というわけで、第一の生産的なコンフリクトは課題のコンフリクト、タスクコンフリクトと呼ばれるものですね。まあ、これっていうのは、その会社が直面している課題ですとか、会社が目指すゴールについての見解の相違。
そしてもう一つは家庭のコンフリクトというふうに呼ばれるものなんですけども、これはまあそのゴールが握れていたとしてそこに至るための方法に関する食い違いなわけですね。営業成績出しましょうといった時に既存顧客を狙うのか新規顧客の開拓なのか、新商品を売るのか既存商品を売るのか、はたまた海外進出するのかと、いろんな選択肢がパーッと広がる中で、どの手段を選択するのがいいですか、ここに関する意見の食い違いというのも、それをやっぱり一つバーッと棚卸ししていけば、あ、そういう方法もあるね、そういう方法もあるね、その考え方にも理があるねということになりまして、とても生産的になっていくわけなんです。ここまでの議論でもちょっと皆さん分かってきたかと思いますが、コンフリクトというのは組織というものの中においてどういう時に顕在化し、そしてすなわちどういう時に解決が図られるかといえば、それは会議の中なんですね。会議という場においてきちんと自分の意見を言うことを通じて、なるほど、ここにこういうコンフリクトが生じているんだな、それを顕在化させ、なるべくならその場で解決する、このその場で解決するというのは、あらゆる優れた経営者さん、優れたマネージャーが一様に口を揃えて言うのが、その場で解決するんです。持ち帰らないというのがめちゃくちゃ大切なことなんですけども、まあそれをちょっとさておきまして、そう、良い会議をデザインしようと思ったならば、感情的コンフリクトを排し、最大限この家庭と課題に関するコンフリクトに集中させるということで、この課題家庭のコンフリクトについて、会議の場で様々なコンフリクトが生じているんですよと、これを顕在化させましょうと。ただしそれを感情的なコンフリクトにならないように上手にコントロールすれば、生産的な会議になるわけです。これがここに感情的ないがみ合いも入ってくると、もううるさすぎる会議、まとまらない、決着がつかないということになってしまうわけです。逆は逆で問題なんですよ。コンフリクトは全くない状態で現状確認するだけだったら、それって何も会議する必要なくねと。まあそれでも現状確認って意味あることですよ。意味あることなんですけども、これって静かすぎる会議ということで、本当はもうちょっと多様な意見が出てきた方が場としては生産的になってきますね。ということで、静かすぎる会議はこれはこれで問題だということを言っておきたいと思います。まあでも一番最悪なのは、実は物事の達成の手段だとかゴールについては共通で握れているけど、それでも俺はあいつが許すことができないというような罵り合いになってしまうので、もうこれは会議とすら書かないんですね。これ強調しておきます。こんなの会議でも何でもないです。何にもそこに問題点がないのに感情的な対立だけがそこに顕在化する、それは単なる罵り合いになってしまうということで、こんなのは会議ですらないということ、この点を強調しておきたいと思います。お分かりですね。というわけで、こう良い会議を作ろうと思いましたら、課題と家庭のコンフリクトを顕在化させ、しかしそこに感情的な対立を起こさせないようにする、結局それというのは場の作り方、組織の作り方、マネジメントに委ねられてくることになるわけです。まあ、ちなみにこんなことを話しているとですね、じゃあ日本の国会ってどうかなということで言いますと、そんなにこの家庭のコンフリクトなんかもあんまりない、そんなに代替案も出ていない中でひたすらこう罵り合いをしているのを見ると、こんなのは会議になってないよなとか思います。まあそれはまた別の話で、今日はもう一歩踏み込んでおきたいと思うんですけど、これを解決するのにも定石、まあすなわち理論があるわけなんですね。どういう解決というのがコンフリクトの解決として望ましいのか、これもまた分かっているんです。それは俗にハーバード流交渉術というふうに言われます。ハーバードスタイルという名前で世界共通で言われるものです。何も別にこれはですね、ハーバード大学をもうひたすら崇め立てまつってる、そういうわけじゃないんで、ただまあこの発祥の地であるハーバード大学のことに、まあ一定のリスペクトを持ってハーバードスタイルというふうに呼ぶんですけれども、一言で言えばそれは何なのかといえば、もう双方のウィンがある形で着地しましょうなんですね。これが良き交渉というものの鉄則だというふうに言われているんです。先ほども言いましたが、一番最悪なのがこのルーズルーズ、お互いに妥協できなくって、これもう決着つかなかったねということで、結論先延ばしにしてしまうというのが一番最悪な状況。結局対立構造が解消されないまんま、また次回ですねということになってしまうわけです。まあそれよりはもう少しいいのが妥協ということで、この真ん中の形になりますけど、お互いに歩み寄って、
痛み分けですね。まあ、残念ながら痛み分けなので不満も残ってしまうし、完全なる答えではないんだけれども、このお互いに妥協しましたねということは、まあ、最善の状態の、まあ、一歩手前ということで、まあ、一定の評価ができるかなということです。まあ、この妥協というのはそれなりにいいアプローチなわけですね。で、それよりはちょっと良くないかなというのが、一方が他方を打ち負かしてしまう。自分が勝ち、相手には完全譲歩させるというような、この打ち負かしという形になってしまうと、そこにしこりが残ってしまうことになります。逆もしかりですね、相手に自分の方が完全譲歩をしてしまうと、自分のやりたかったこと、成し遂げたかったこと、自分の思いの部分が反映されないということで、これも、まあ、セカンドベストな形だということになる。というわけで、ファーストベストになってくるのは、お互いにウィンがある、協力、まあ、英語だとコラボレーションという言葉が当てられておりますけれども、双方の思いが解決できるような答えを一緒になって探していく、これがコンフリクトの解決、すなわち生産的な会議として知られているアプローチなんです。これは本当に皆さん知っておきましょうね。我を通すんでもない、相手に完全譲歩するんでもない、妥協し合うのでもなくて、お互いの譲れないところがそれぞれに実現できる形を一緒に、まあ二人、まあ二人以上の力を使って見つけていく。これが生産的な会議なんです。まあ、言うは易しで実践は難しいと思うかもしれませんが、それでも今私がお伝えしたようなゴールを目指して、感情的な対立はなしにする、家庭と課題のコンフリクトに集中する、そこについてみんなでウィンウィンの形を探す、これを繰り返し続けていくことで、組織の中に技術が溜まってきます。この生産的な会議をどういうふうにやればいいのか、一人一人が体得し、能力として備わっていくものなんです。これは本当にいわゆるビジネススキルの一種なので、ぜひ身につけるようにしていきましょう。そんなことが続けられていけば、やっぱり組織は健全により強くなっていくということで、この建設的なコンフリクトについては積極的に取り扱っていこう。そこにおいてウィンウィンを見つけていきましょうという形で、ぜひ皆さんにも良き組織を作っていくためのヒントにしてもらえたらと願っております。